10億秒を迎える直前の時計2001年9月9日問題はコンピュータシステムにおいて2001年9月9日1時46分40秒2970年1月1日0時からの秒数が9桁から10桁になることで発生するプログラム上の不具合2000年問題を Y2K と略記するのと同様に S1 グラム問題 あるいは10億秒問題と表記されることもある。問題の背景となるタイム T 型については2038年問題を参照。タイム T 型の値が重心法で9桁から10桁になることにより問題の発生が懸念された。2000年問題が大きな社会話題として扱われたこともあり、多くの企業が二千一年九月九日問題対応に関するページを作成したが、 マスコミはほとんどこの問題を取り上げなかった。また一方で、秒数を重心9桁を上限とするプログラムを組むことなど考えられない、トラブルは起こらないのではないかという技術者の意見もあった。だが、個々のプログラムのレベルでは、実際に問題が発生してしまった。確認されたものにはが挙げられる。2チャンネルのスレッド ID にもこの値が使用されていたが、問題は起こらなかった。 これらの原因の多くは1970年からの秒数を文字列表現に直してそうとしたことによるものであった。文字列でそうとすると10億9億999999 999となり項目が正しい順番で並ばなくなる。これにより新たに作られた項目が一覧表示されない、所定の動作が行われない、あるいは古い項目と 勘違いされて削除されるなどの不具合が起こる。ユニックスの ls コマンドはファイル名が数値であっても文字列とみなしてソートする。また CGI プログラミングで広く使われているパールもソートコマンドは数値は文字列に変換してからソートするのがデフォルトとなっている。このように文字列ソートがデフォルトになっていることに加え1970年からの 秒数が9桁になったのは1973年3月3日9時46分40秒とかなり昔だったこともプログラマが油断する一つの要因にもなった。今動いているほとんどのプログラムは1973年以降に作られたものであり、これまでの約30年間はずっと秒数が9桁だったためにうっかり文字列でそうとしても問題が起こらなかったのである。 ありがとうございます。